今回、作ってみましたこのショールですけど、こんなに手のひらサイズなんです。でこれからの季節、冷房よけとか、肌を露出あまりしたくないとかっていう方にも受けますし、なんかスタッフさんが授乳用にも受けるんじゃないかということで、ちょっとこう前をよくする。でも荷物にならないので軽いので、ちょっとカバンに入れておくとすごく便利なショールかなと思います。あと男性の方も巻いていただけますので、あとでちょっとこういうふうに巻いたらいいよっていうのをやっていきます。広げるとこれぐらいな大きさ、長方形なんですけど、ちょっと技がありまして、両脇、両端、これステッチをかけて輪にしてあります。袖口だけね、ごめんなさい、こういう感じで輪になってます。これがあると、ここに手首を通したりとか、あと腕を全部通してもいいんですけど、こうやって守ります。ここ輪になってます。ここに通していただけると、着ている時にこうずり落ちにくい。それで手も使いやすいんです。この方がこれでなんかいろいろ荷物持ったりとか、こうやって座ってる時はこれでもいいんですけど、外で歩いたりとか荷物持ってる時はこれがあるのすごく便利なんです。で腰までほぐれるので、冷房対策、背中とか首とか腰の冷え対策にも、これからの夏場、オフィスとか乗り物の中とかとても羽織っておくと暖かいと思います。でこれはオーソドックスな掛け方ですね。そしてなんかアイデアとして、片方だけこうやってベストみたいにね、袖通しちゃいます。そしてこっち側をこういうふうにこうかけると、ケープみたいな、より肩が重点的に温かいし、おしゃれな感じで着ていただけるんじゃないかなと思います。すごく軽くて薄いんですけど、引っかかるっていうか、なんかストレッチが入っているので、割となんていうんですか、安定するというか、落ち着きがあって、ドレープも綺麗でツヤもあるし、綺麗だと思います。こう落ちても大丈夫、これぐらいでも大丈夫。どんな感じですか、いいと思いませんか、はい、あとはですね、普通にこうシュッシュッとして、こうマフラーで一重巻きか、こういう感じで、首がとても温かくて、チクチクするのが苦手っていう人にとってもいい素材だと思います。で男性なんか、あとでちょっとやってもらいますけど、男性はこうやってこう背広というかスーツの方にこうやって入れ込んでしまって、こういう風にするとすごくおしゃれなんじゃないかなと思いますよ。はい、では男性はどんな感じで巻いたらいいかなというのをお手伝いしてもらって置かせていただきます。お願いします。一番オーソドックスな、こう輪を作って、まあ、単純に入れ込むだけ。何巻いていいですかね。そうそう、あ、それでちょっと自分で調節してもらっていいですか。はい、もうジャケットの中にベストの中に入れ込んでしまうとか、はいはい、はい、でこれがまあオーソドックス、一番簡単かな。あとは普通にこんな感じで、こうやってこのジャケットとかこの中に入れるので、より温かい。メンズと、じゃあカップルとかご夫婦で共有が良ければ。背が低いです。ちょっとこっちが短いね、すいませんね、はい、こういう感じでおしゃれに男性も使っていただけると。男性の方がチカチカするのが嫌な人多いので、こういう素材すごくおすすめです。軽いので持ち運びにも便利です。よろしくお願いいたします。はい、先ほどはスーツの方におすすめの巻き方だったんですけど、こういうカジュアルな T シャツとかトレーナーの方でも普通にちょっとこうなんか鏡見ないで巻いたりする方がこういうのっていいんですよね。ごめんなさい。ちょっと自分でこう、そこってやってもらっていいですか。一周はこっちに。はい、そう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 。なんか見ないで全然やってもらって、カジュアルに、こういう感じ。ちょっとご覧になってみます、こっち。どめばいいですか。いいですか。あったかいですか。あったかいです。高いです。チカチカしませんよね。はい、しないです。気持ちいいですよね。気持ちいいです。気持ちいいです。